アカットの設定されたアセアンプラス3の範囲アジア通貨単位とはアジア通貨の過重平均値を示す尺度。アジア開発銀行で開発されていたものは英語でアジアンカレンシーユニットと書くことから略してアカットとも呼ばれる。また経済産業研究所が提案したアジアンマネタリーユニットと呼ばれるものも存在する。アカットは 各国の経済の比重に基づきおののの通貨が一定の比率で合成された計算上の共通通貨。1997年のアジア通貨危機が発端で2002年のアジア欧州会合において日本の国際通貨研究所により提唱された。2006年5月のアセアンプラス3財商会議でアカットの研究が決定され2007年3月から ADB より公表が行われる予定であったが、発表は見送られた。経済産業研究所では、アミ u と呼ばれるアジア通貨単位を考案し、公表している。これは ASEAN アアプラス3で行われるサーベイランスにおける新たな基準として提案されたものである。しかし、アミュルはもともと欧州通貨単位を参考にしたものであり、将来的には、 エキュのような役割を持つことも期待されている。現在アジアではドル安に従い通貨価値の上昇する円、バーツとドルペックのため価値の下落する人民元などが並存しており、これにより域内での通貨摩擦が生じている。各国通貨とバスケット方式により算出された赤とあるいはアミュートの乖離状況を指標として示すことにより、利上げ、利下げを行い、 通貨の均衡を維持するというものである。参加国が相互に監視をすることで、特定国の通貨切り下げ競争を防ぐことができ、域内貿易の為替リスクを軽減させ、レートを安定させられる。また、米ドルやユーロとアジア通貨との変動要因、変動幅の研究にも役立つ。香港、台湾の加入も検討されており、将来的には欧州連合のユーロのように、 東アジア共同体で使う共通通貨の基礎としても期待されている。アジア通貨単位はしばしばユーロの基礎となった欧州通貨単位と比較される。アジア通貨単位が設定されればアジア通貨建て債券の発行につながりアジア債券市場とも相まって域内の金融協力が加速しアジアにおいても共通通貨導入の議論が加速しそうだ。すでに中国は 人民銀行や中国世界経済研究所など各方面の幹部が共通通貨の検討を持ちかけるなど積極的な姿勢を見せている。しかし欧州の場合、1957年の欧州経済共同体発足以来2002年のユーロ導入に向けては45年もの長きにわたる準備交渉期間を要した。欧州ではインフレ率など 各種の厳しい条件を課したが、日本も含め、現在のアジアでこのような収束基準を満たす国は存在しない。また欧州に比べいきない各国の経済格差が大きく、当時の駅のように、自国通貨と通貨単位との連動幅を義務づけることは、かなりの困難を伴う。通貨単位公表の準備に大きな役割を果たした河井正弘も、 アジア通貨の旗を掲げることによって、アジアの地域統合の終着点が明確になると、している通り今後アジアの共通通貨論議が一層深まるのは間違いない情勢であるが、その方向性、実現性は未知数である。ありがとうございます。